福岡県田川市の私立中学校に通う男子生徒が始業式の日に自殺していたことが分かりました。いじめが原因の可能性があるということです。市の教育委員会は今日の会見で学校側の対応に問題があったと説明しました。私ども教育委員会の 日頃からの指導が不足していたということも反省をしております。田川市教育委員会によりますと、今月5日、市内の私立中学校に通う3年生の男子生徒が自殺しました。この日は始業式でしたが、男子生徒は登校せず亡くなったということです。男子生徒は去年11月から不登校が続き、学校の聞き取りに対しからかわれていたと話していました。学校はいじめが原因で不登校になった可能性があるとして見守りを続けていたということです。ただ昨年度の年間欠席日数は、国がいじめ重大事態の目安とする年間30日を超えていたにもかかわらず、学校は教育委員会に報告していませんでした。教育委員会はいじめ防止対策推進法に基づく重大事態として、今後第三者委員会を設置して調査する方針です。同じ学校では重大事態に該当するいじめ事案が昨年度に3件あったことが、男子生徒が亡くなった後の調査で発覚しています。厚生労働省などは悩みを抱えていたら専門の相談員に相談してほしいと呼びかけています。